はい、皆さんどうもこんにちは、バンビーです。今日もね、ランクマッチやっていくんですけど、今日は偽装構築をね、使っていきたいと思います。まあ、偽装構築とは何ぞやって話なんですけど、まあ、シングルバトルのね、戦略の一つとしてあるのが偽装っていうね、戦略で、まあ、今環境で流行ってる構築の並びをほぼ同じにしつつ、中身をガラッと変えて、相手との認識の差を使って勝っていくみたいな、構築になるんですけど、まあ、これ何偽装してるかっていうと、まあ、並びだけ見て、まあ、ピンとくる方いると思うんですけど、まあ、前期最終1位をね、取ったり、まあ、今、本当に流行っている巨ジオンプラス、オーガポンの、サイクル構築に見せかけた、レッドカードステロ巨ジオン展開となっております。まあ、言ったらね、結構対面構築になるんですけど、まあ、その中で今回は、クエスパトラでね、全抜きを狙っていきたいなと思ってます。引きのみがね、解禁されたことによってね、クエスパトラね、かなり強化になってると思ってて、まあ、クエスパトラ単体でなんか強化もらったってわけじゃないんですけど、引きのみがね、多分強いということで、まあ、今日はね、使っていこうと思います。対戦相手の小祝さん、よろしくお願いいたします。で、まあ、相手のパーティーね、頑丈をね、貫通してくるやつが1匹いる。それがオーガポン。まあ、オーガポンはね、ちょっとめんどくさいですね。まあ、対面で行ってもいいけど、まあ、多分、巨人でステロ巻いた方が強いんで、まあ、巨人神クエスで行きたいと思います。対戦相手の小祝さん、よろしくお願いいたします。でね、この、今回ね、巨人に偽装しようと思ったのが、まあ、ステロ巻き誰にしようかなって考えてたんですけど、まあ、巨ジオンが、サイクル巨ジオンとして流行ってる時の劣化巨ジオンでね、めっちゃ強くて、まあ、シュンってした感じでも、巨ジオンね、相手が、その、劣化じゃないと、思い込んで立ち回ってくることが結構多かったんで、まあ、そこをね、今日は利用していければなと思っております。で、まあ、ここは、まあ、ステロでいいかな。裏に引かれても全然いいんで、まあ、ここはステルスロックでいきましょう。で、ここで、オーガポンが、はい、テラスしてくれる。ありがたいですね。まあ、これはもう超高火力を、ぶち込んでいこうというね。まあこの単純にステロ巻く頑丈劣化巨人って分かってれば相手はこんなことしないんですよ。ただ分かってないからこそここの一発目で大きくね削りを入れようっていう風に判断してテラスも誘ってしまうと。リップ危ない危ない、頑丈じゃなきゃ飛んでいたよと。でも頑丈はね、一応サイクル巨人でもパオジアの絶対レードとかが流行っていた時に使われていたんですけど、まあ、もういないですね。はい。でも、ここ、塩漬けよりかは、多分、ステロ巻いておいた方が、強いなと判断したんで、ステロ。ただ、これだったら、ああ、まあ、ステロでいいわ。うん。で、ここで相手が何を打ってくるかとかもね、見ることができるんで、まあ、これはこれで OK で、まあ、塩漬けでいいですね。うん。まあ、巨人ね、イバンの実とかも考えたんですけど、頑丈。まあ、さすがに、イバンじゃなくて、いいなと。判断しました。なぜなら巨人が頑丈行くの、まあ、これが初めてなんで、あんまり頑丈ね、行かないっすね。で、ここは、羽ばたく神から入って、まあ、ムーンフォで行くかな。まあ、ちょっと削り入れておくと、2回目と足場で落とせるとかもあるんで、まあ、ムーンフォ打ってでいいかな。まあ、多分引っ込めてくるような気はするけど、まあ、ムーンフォースで、まあ、引っ込めてこない可能性もあるな。なんならね、フェアリーテラスムーンフォーあるけど、フェアリーテラスムーンフォーは耐えてくれるんで、まあ、ムーンフォース打って、まあ、C ダウンを狙いつつ C ダウン引かない。で、相手メガネ確定してるので、まあ、ここで、まあ、置き土産で退場して、で、瞑想を積んでいくと。で、瞑想を積むことで、特殊耐久と、特攻を上げることができるのに加えて、まあ、クエストバトラーって加速で、まあ、素早さも上げることができるんですよ。なので、まあ、今までは、お盆飲みとか食べ残しで、まあ、頑張っていたんですけど、あっきのみのおかげで、まあ、無理やり防御を上げることができると。に、加えて、さらには、まあ、クエスパトラは、その、攻撃技にアシストパワーって言って、自身の能力上昇に応じて、威力が変わる技が入ってるんで、その、あっきのみが、一応攻撃性能としても、まあ、機能するよねっていうのがあります。でまあ、ちなみにここタクなんですけど、まあ、ここねタクなんですけど、まあパワーイップ打てるんだよな。パワーイップ打ててしまうところが非常に怖いところなんだけど、どうしよっかな。いやこれねまあ難しいです。まあでもさすがにパワーイップの命中不安とかまで入れると、まあ瞑想かな。まあ、瞑想でいきましょう。いや、パワービップはね、打ってこないと思うけどね、つた。いやー、でもね、ちょっと難しい。いや、ここ、まあ、単純に、つたコン打ってくると思うんで、水テラス切るんですけど、まあ、もし違かった場合、結構、まあ、やばめですね。で、この水テラスは単純に連撃裏をとかまで考えての、
水テラスにしています。これどっち、タワーイップ打ってくる、まあ打てる、全然打てるから負けてもおかしくはないけど、スタコンボ OK。 危ない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 。でこれはあっちの身で耐えつつ、まあただ危ない、マジで飛んでんだけど、 HP ぶっ破してんだけどね。でこれであっちの身は上がって、火力も上がりました。でこの火力一回上がりと瞑想で、まあ、神が結構硬くても絶対倒せるようにはなってるんで、まあ、ここは、まあ、威力が 1,2,3,4,5,6,7 7×20 で120-160 でしょ。だからまあどっちでも飛ばせる。まあ、あえて技を隠しておく必要があるかって言われると何とも言えないので、まあいいや、足パワーで絶対落とせるんで足パワーでいきましょう。でこれで、まあ、ランドロスの助けとかもアッキーのおかげでケアできるようになってますね。うん、ランドロスが来たら勝ち負けも耐えるんで、一回跳ねして、で跳ねしたら助け、あ、いや、まあ、そもそも攻撃していいか、神も抜いてるし、もうでランドロスで、これさっきも言っていた、一応ランドロスね、電気結果残してる人、あ、助け潰してたわ、助け潰していた、助け潰していたけど跳ねていいかな、直帰だと耐えられるよね。で鉢巻きだといけるから、直帰だと耐えられて、まあ急所ケアするか、いや、まあまあどっちでもいいな。どっちがいいんだ。殴ってもよかったけど、まあ、悪鬼の実が発動してるんで、鉢巻き急所以外はね、これでいいんですよね。うん、オッケーオッケー。いや、悪鬼強いな。で、まあ、能力も上がったんで、で、今どっちの方が入るんだ、1,2,3,4,5,6,7,8,9。こいつさ、跳ねするだけで火力上がるのすごいよね。え、1,2,3,4,5,6,7,8,9。9で、180、200。200で、テラバーストが160でしょ、うん、アシストパワーの方がいいのか。じゃあ、ここはアシストパワーでいいですね。まあ、これ直帰。あ、オッケーオッケー。まあ、ということで、まあ、悪鬼によって、まあ、バニー座り能力が上がったし、まあ、連撃ウラウスのね、水流は、まあ、水テラスで透かしつつ、剣舞トレパンとか悪鬼のおかげでなんとかなるところが強いかなと思っています。対戦相手の方、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。スミレさん、対戦よろしくお願いいたします。これはね、どう選出するのか結構、いや、まあむずいなこれ。あ、マワンボウとか崩せるのかな。まあクエパしかいないからな。まあ巨人神クエスって投げるんですけど、まずグライオンあんまないけど毒ミシ覚えるからね。ちょ、毒ミシきつすぎるな。まあ毒ミシがきつすぎて嫌なのと、いやー、まあサーフ号だったらオーガポン投げてもいいんだけど、オーガポンってグライオンに勝てんの、剣舞なくて。グライオン硬いからな。まあサーフ号もぶっちゃけ型次第では勝てるから、いや、ちょっと怖いな。まあでも多分グライオンで相手巨人を見てるって考えると多分これでいいな。うん、対戦相手のスミレさん、よろしくお願いいたします。なんで、まあグライオンが対面初手に来たら、まずステロ巻いて、で、相手の裏を見ます、劣化で。その後、塩漬け連打で切って、幅紙が超圧持ってるんで、幅紙を展開しつつ、クエスパトラで瞑想してって感じですかね。まあ、ワンボを、まあ、それは、全然構わないと見せかけて、グライオンが来るとまずい。まあ、まあ、でも構わないな。ステロで。まあ、ママンボの方が遅う。ママンボの方が早い。あー、そうなんだ。S0 ママンボってさ、なんか遅かったような気がするんだけど、まあ、ママンボね、ちょうどね、今 S0 孵化してたんだけど、まだ育成してないんで、S 字数値はわからないんだけど、あ、神が来てくれるのありがたいですね。で、エナジーだったらエナジーで嬉しいし、OK。まあ、これはね、多分、まあ、ママンボウ神だよね。ママンボウで食いたんで対面操作して、メガネ神を着地させていくっていう形ですね。まあ、これはもう塩漬け連打。こっからはもう自己再生などしない。これ、ギリ耐えるでしょ。おー、いいねー。で、A 振ってるんですよ、こいつ。強っ。A 振ってるんで。まあ、意外と強いぞと。まあ、意外と強いぞなんだけど、まあ、塩漬け連打でいいかな。ちょっと倒してほしいわ。再生をしてもよかったのかな、ママンボ来るの読むなら。再生をして、あ、まあ再生をしてもよかったけど、まあここでグライオン来るのがやばいんで、はい、ママンボ OK。 まあまあまあいいです、まあいいです。ステロ入って、塩漬け入って、再生力、まあママンボね、最近シャワーズとかミロカルス使ったけど、ママンボが一番強いわ、多分水タイプのクイックターンとか覚える系で。ママンボね、そのうち使います。ママンボ強すぎるんで、はい。で、まあ、ここも、まあ、塩漬け連打でいいかな。倒されて対面操作されるけど、されるけど、これでいいかな。はい、クイックターン。まあ、これ、ステロ負けてるんでね。いい感じにいけそう。で、まあ、幅紙が来
て、まあ、どうなんだろうな、まあ、なんとかなるとは思ってるけど、幅紙で、幅紙に幅紙投げます。でどうなんだろう、どうした方がいいんだろうな、これムーンフォで落ちないで、メガネシャドボで落とされちゃうから結構最悪で、でしかもメガネって一応滅びとか覚えるんで、そこは注意しなきゃいけないんですよね。まあでもムーンフォで落ちると思うんだよな、さすがにこの HP、 やっぱ塩 HA の塩漬けのダメージが結構生きてて、でママンボウ来る。まあこれ難しいよね、ママンボウは。まあムーンフォ打ってムーンフォ打ってムーンフォ打ってで倒して、でメガネに倒されるの結構最悪で、でも一回ムーンフォでいいな、ムーンフォ打って、まあでも結構早いんだけど、クイックターン、はいはいはい、クイックターンか、まあ、クイックターンは全然いいな、なんか凍える風とか打ってくるかなと思ったけど、クイックターンは全然いい。で羽ばたく髪、これはもうステロで削れていく。なんだろう、あ、身代わりケアか。まあでもこれめっちゃ HP 硬いから身代わり食いたんとあるけど、まあ身代わり耐えないやつも結構いるんでね。え、でムーンフォでいいよな。はいはいはい、これさ、HA 塩漬け、なヘビも入れてもいいな、なんか髪ワンパンできるし。いや、A 振り巨人ちょっとおもろいな。なんか身代わりとかで対策してくるやつをやっぱね、貫通できるんだよね。で、ママンボウ。で、ママンボウでしょ。で、ママンボウは、いや、置き土産でいいと思うんだよな。はい。まあ、多分直帰なんで、まあ、多分てか絶対直帰なんで、置き土産して瞑想する。で、先瞑想しとけばサーゴもなんとかなる。で、まあ、多分クイターンしてくると思うんですよ。ミラーコート、まあまあまあ倒しに行った。ミラーコートもあったね。忘れがち。で、瞑想する。で、パオジアンが、いないから、相手の構築に。ママンボといえばパオシアになったけど、そう、いないから、どうなんだろう、なんか倒せるやついないと思うけどね。で、瞑想で、いや、これはだから、ミラーコートはアシスパーでワンパンできる圏内まで持っていけばいいだけの話なんで、これはそんなに困ることなくて、多分クイタンで裏に繋ぐと思うんですよ。で、これのおかげで、まあ、悪鬼の実は発動してるんで、まあ、そもそもこの試合はね、あんまり悪鬼の実、まあ、グライオン、とかはそんなに関係ないから、まあ、そこまで痛くはないんだけど、発動、あの、諦めがなくても。ただまあ、諦めがあるおかげで、火力があるハッサムとか、まあ、そこら辺は対応できるようになりましたぜ。サーフ号、やっぱ諦め生きなかったですね。え、でもなんか諦め強いんだけど、ちょ、タラップも強そうなんだよね。タラップでもいいかなって、思う場面もちょくちょくあって、で、これは、いや、これ負けれるな。トリックだったら、スカートリックだったら負けれるな。いや、これね、ワンチャン負けるな。これ、足パの方が良かったのかな。いや、サーフ号に対する打点だけで見たら、まあ、間違いなくテラバでいいんですけど、テラバ連打でママンボウ押せるならテラバで良かったけど、ちょっと正解が分かんないぞ、これは。あ、スカーフじゃない？うん、まあまあまあ、じゃあ、まあ、じゃあ、瞑想が正解だったな。じゃあ、瞑想が正解だったけど、まあ、ここで何の選択を取るか。でも、アシパではいけるんだよね。だから、まあ、ここはテラバだな。相手にテラス切らせれる分にはいいから、ここはテラバ打って、で、一回瞑想してるんで、まあ、悪だくみ10万なんて存在しないから、はい、耐える。で、相手再生、OK。で、再生すればするほど、クエスパトラって火力が上がるんですよ。で、しかも、まあ、アッキー生きてないとは言ったけど、秋生きてるんですよね。威力20上がってるから、だから攻撃面にも一応回れる。まあ、この試合はタラプの方が強い。いやでもね、絶対ね、タラプの方がこの試合は強いんだけど、秋はウーラオスに強いから、まあ、秋がね、秋とタラプどっちがいいか分かんないですね。まあ、でも、個人的には、まあ、秋の方が強いとは思ってる。やっぱ海流とかいるから。海流のね、ノマテラチマキ神速とか秋あったら多分羽でギリ受かるからね。でそこは強いから。まあ、テラバでいいかな。まあ、相手が再生するならまだ瞑想したいけど、このテラバが結構いいダメージ入ってるんですよ。入ってるもんね。シャドウマン、まあそうだよね。まあそれするしかない。で、まあ急所に当たったりしない限り、うお、ぶの、ぶの。だから瞑想して攻撃されてたら負けてたよ。で、ここで一応相手の水テラスをケアして、アシストパワー。で、これはもう羽休めしてるだけで威力が上がってるんで、
倒せます。であと羽休め連打でいいと。おお、やっぱクエストバトラー久しぶりに使ったけどいい性能してるね。意外といいね。しかもディンルーとかもちょっと減ってるしね。まあ、ディンルーもラス位置にするようにしちゃえばいけるし、まあ、こうなるとねママンボって弱いんですよ、羽休めで。まあミラコ打つしかないんじゃないかな。やっぱママンボはねラス1に残ったら弱いんで、まあ、そこは注意しながら立ち回らなければいけないと。ミラーコート、はい。で、あとはもう瞑想積んで、まあ、瞑想をガン積みして足パ打てば絶対ママンボ倒せないなんてことないんで、瞑想でいきます。まあ、やっぱアッキとかタラプって、まあなんかうまく活躍させるのはちょっと難しいアイテムなんだよね。まあもともとなんか今月始まる前はアッキタラプ絶対化けるぞみたいな感じで言われてはいたんですけど、いざ見たら、いざ始まってみたら、なんか全然使われてないですもんね。まあ、ただ、その中でも、クエスパトラは結構相性いいよりで、そのなんか無理やり採用しなくていいっていう感じもあるので、うん、まあ、結構、アッキは強いかなと思います。まあ、攻撃面上げれるから、まあ、ギリいいかなっていうふうに判断しました。ということで、対戦相手のスミレさん、ありがとうございました。まあ、今回ね、アッキークエストちょっとおもろかったし、まあ、ギミック系好きな人はね、今クエストバトルの対策みんなしてないんで、まあ、結構勝てました。よかったら使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。